ミスターエムさん、おはようございます。今日の腹筋ローラー、いやーちょっと失敗しちゃいましたが、まあでもね、よく頑張ってますよね。動画の内容は特にいいことはないんですけども、今回ね、サムネイルについてちょっとお話ししてみましょうか。腹筋ローラーチャレンジのこれ5日目になりましたね。で、5日目ずっと進んでいくんですけども、これね、似たようなサムネイルが続くとちょっとこの目立たなくなってくるんで、たまにはちょっとサムネイルをね、ドカーンとインパクトがあるもので切り替えてみると、あれ今回違うなって思わせる効果が できますんで、失敗してしまったとかね、挫折かみたいなね、ちょっとこうショックを受けたやつとか、秘宝とかね、邪魔が入ったとかね、とんでもない事態が起きたとかね、そういうふうなことを匂わせるようなサムネイルとかにしてみるといいのかなと思います。まあ、これからもね、なんかこう一つの大きな結果が出ましたみたいな感じでやっていく、こう緩急をつけるっていうんですか、まあ、ずっとサムネイルが同じだとさすがに目立たないんで、こう何回かやった後にちょっと違ったサムネイルをバーンと刺していくとかね、たまには、まあ、真っ黒な黒字に、なんか赤字でね、大変なことが起きましたとか言ってからちょっと驚々しくやっていく、そういうサムネイルで気を引くのもいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、もしくはね、よくある手なんですけども、大切なお知らせっていうふうなね、タイトルをつけて、そしてサムネイルもそれっぽくすると。この大切なお知らせっていうのは、有名な YouTuber さんがたまに大切なお知らせっていうふうなキーワードで動画出すんですよ。ということはね、そこに SEO 的にこう乗っかることができるんではないかなという目論みの上でございます。まあ、参考にしてみてください。腹筋ローラーチャレンジ、またよろしくお願いします。それでは失礼します。